This shit is super raw. ちょっと声が聞こえづらいシーンがあるかもしれませんが、ご了承ください、その時は。そしてこのトレーニングで得れる効果というと、まずはまあ体幹をしっかり鍛えていくことができます。そしてバランスの取れた筋肉をつけることも可能になってきます。そして体の可動範囲を広げることによって、各種のまあスポーツでも役立ててもらえるようなトレーニングをやっていきます。そしてこれからやるトレーニングに関して、筋トレではありません。なので、各部位の筋肉にターゲットを当ててトレーニングをしないので、結構足を使うことが多くなると思います。はい、では皆さん早速やっていきましょう。筋トレをしっかり学びたい方のために作られたウェブサイト、筋トレビギナーのためのページまでできおすすめのトレーニング方法からダイエットについて、さらに筋トレアイテム、サプリメント、プロテインの飲み方まで紹介。 Urban Style Fitness、 ぜひ遊びに来てください。で、今回やった内容は少し難しい部分もあると思います。はい、各動きを、自分なりにアレンジして、入れ替えてみてください。それを、時間をつけてやってみてください。各種の動きをやる場合は、20秒ずつ行ってください。ほんで5秒休憩、そしてそのまままた20秒で、コンビネーション、ランダムに入れ替えながらやる場合に関しては、
20秒の時間はつけなくても大丈夫です、はい、で各種の動きを、自分のボディバランスを使ってバランスを崩さないようにトレーニングを行ってみてください、まあ、そういったトレーニングすることによって、足、腕、そして腰、まあ、体全身のボディバランスが取れてきます、まあ、運動能力が高いとか、まあ、各種目、例えばスポーツであったり、さまざまなもので言えます。なので一概にこれが、絶対的にいいっていうものはなかなか、言うのが難しくなってきますが、まあ、運動能力がいい、運動能力を上げるというのは、各関節そして筋肉をうまく動員する、そして自分のイメージした通りに動かすことによってそれが実現します。まあ、体を使うこと自体が苦手な方は自分でイメージできたとしてもそれを体で表現することができなかったりします。そしてこういったトレーニングを通じて、自分のイメージとその自分の実際に使えるボディアビリティ、自分の能力をいかにその想像と合致させるかです。トレーニングベースがないとイメージすることすら難しくなってきます。なのでこういったトレーニングを通じて体を動かす、そして地面に手をつけて、そして起き上がってジャンプするという激しい運動を自分がイメージした動きを体で表現することができてきます。まあ、このチャンネルで普段お伝えしているようなトレーニングとは全く違う今回トレーニングをやってみました。もっとこういった内容が見たいという方はコメントをぜひよければください。今回はまあ初心者向けと言いつつも内容はちょっと難しいと思います。で実際、これを、少しレベルをまた上げて中級だったり上級っていうものもたくさんあります。なのでよければ皆さん、まあ、レベル関係なくこの今回のトレーニングやってみてください。というわけで今回のエピソード面白かったと思ったらぜひいいね残してください。そしてチャンネル登録しないでしょうぜひしていてください。ではまた次のエピソードで会いましょう。